今回の漢字を使ったヘアツ音記号は「下」という漢字の中抜き文字です。これは上の歯と下の歯の間から下ベロを1センチぐらい出し上の歯と下の間から軽く息を出してひそひそ声で「スッ」と発音します,スッですよ。ではこのヘアツ音記号はどう読みますか 正解は「バーフ」、「バーフ」、お風呂です。ではこの2つの記号は正解は「Thank you」、「Thank you」です。ではこの2つの記号はどう読みますか 日本語にない音ばかりですよね。最初に上の歯と下の歯の間から出した舌を素早く喉の奥に引っ込めて、スースーと言いい次にベロを前に出して下ろして、えっと言いい最後に舌先を上の歯の付け根付近につけます。うです。連続すると 日本語ではスリルですが英語では「thrill」と発音します今度は黒い字の下ですこれは上の歯と下の歯の間から下ベロを1センチぐらい出し 上の歯とベロの間から軽く息を出し、声を出して、ズッと発音します。ズッです。では、この発音記号はどう読みますか正解は、This、This、です。これ、あるいはこの、という意味の言葉です。 ではこれは、正解は、that、that です。離れているものを指して、あれ、あの、という時や、相手が持っているものを指して、それ、その、という時に使う言葉です。ではこの発音記号は、 正解はリズムです。最初に喉の奥に舌を引き込めて、う。次に舌を前に出して下ろして、え。うえ。次に舌を出して、ず。最後は唇を閉じて、ん。連続すると、ーリズム、リズム、リズム、リズム。 リズムです。